こんばんは。今日はありがとうございました、皆さん。ちょっと私はとても今座って配信できる状況じゃないです。体力が。こんばんは。ありがとうございました。ちょっともうちょっとしたら座りますね。ありがとう。てかマジで、ほこりやばい。これがやばい。でも帽子をね、本当は脱ぎたいんですけど、脱いだらとんでもないことになるので、かぶっときます。ありがとうございました。ありがとうございました。そう、今日さ、お弁当さ、取り忘れた。お弁当取り損ねた。お疲れ様。なんかごめんね。こんな寝転がって配信をしてしまって申し訳ないです。申し訳ない人が言うあれじゃないんですけど。はい、申し訳ないです。よいしょ。よいしょ。ありがとうございました。やばい、足が。ありがとうございました。さん、今日の同部屋は誰だと思いますか？今日はね、同部屋の、まだ喋っちゃダメよ。今日はね、同部屋っていうか、あの二人部屋なんですよ。今日、あの今日は終わるのが遅かったので日帰りできないから泊まりなんですけど、誰だと思いますか？誰でしょう。そう、足が見えてる。じゃあヒントを皆さんに与えます。どうぞ。はい、誰でしょう。誰でしょう。アリちゃんもう帰った。アリちゃん帰った。シーちゃんも帰った。誰でしょう。パセリって違います。あ、なっちゃん正解。すごい正解。なんでわかったの。今のでわかったの。なっちゃんです。めっちゃさ、なんか珍しいよね。激レアさんをなんだっけ、連れてきたみたいな。全部言った。すごくない。レアなんです。普通になっちゃんはさ、ゆきりかとなると思った。ゆきりかとなるのが当たり前だと思ってたのに。なんかごめんねっていう気持ちです、私とても。あ、そう、チキをね、あげたの。なっちゃんに欲しいって言ってくれたんですよ。そんな欲しいなんて。ちゃんとさ、うん、あの自分がさ、欲しい衣装をさ、そうなの。あっちでよかったの。そう、撮ってくれたけん。やった、よかった。そう、そう、なっちゃん欲しいって言ってくれたんですよ。そう、そう、アリちゃんね、配信してたよね。とかもう家着いとって早って思った。今回レアペア多い気がする。そうなの。確かに。そうかもしれん。ね、マヒナさんとね、あ、そう、珍しかったしね。確かにそうだ。なんやろ。今日はなんかあれかな、マネージャーさん遊んでみた会みたいな。あー、そういうこと。遊び心あったんかな。だってめっちゃ意外じゃない。めっちゃ意外ね。そこ、って思ったもん。そうなんて。多分親睦を深めようっていう多分会だったんや、今日。珍しいペアが多いんですかね。そうなんですよ。でもなっちゃんはね、いや、なんかの時に、あ、そう、くだらないとで、くだらないと、くだらないとで、おしゃれなメンバーはっていうところになっちゃんって言ったんや。嬉しい。そう、
なっちゃん、おしゃれ。あ、なっちゃんも配信始めました。え、なっちゃんのゆらちゃんのモノマネ好きなんだよな。何それ。ゆら知らんのやけど。何、ゆらね。そんなん言わんし。そんなん言わん。そうです、イケゴです。え、ソラハさんが葵さんで緊張してた。え、珍しくない？そこもパセリじゃないの。ほんまじゃん。え、珍しいね。違うんだ、そこ。え、その二人のなんか、え、なんかその何話すんやろ。ねえ、珍しい。あ、前泊のメンバーとかがおるけかな。そういうことか。分からんけど。遊んでるよね、マネージャーさん。遊んでる今回。ね。まあいいですね。なかなかね、ないから。そう。私たちはもうね、結構ね、すぐに寝ちゃうタイプだと思う。え、本当？なっちゃんなんか寝なさそう、全然。絶対。え、ほんまに？そう、すぐなんか電池切れしちゃうタイプ。え、なっちゃんってなんか寝なさそう、しかも。マジ？なっちゃんが寝とるところが想像つかん。睡眠、なっちゃんの睡眠想像つかん。マジ？しかもさ、なんか地味に今日部屋がね、広いんです。なんかめっちゃ広いんよ。なんかね、なんかベッドもなんか心なしかでかく感じる、一人のベッドが。え、いい部屋なんかな、ここ。なんかちょっとみんなと歩いて、そう、違う場所だったんよ。なんかそう、マネージャーさんたちがマジで私たちにいい部屋を割り当ててくれたのかもしれん。だってなんか変な場所にあったもん。変な場所にあったけさ、うん、珍しいでしょ。そう、広い部屋だった。だってなんかこんな、なんかベンチみたいな部屋の中に配信できるスペースあるんだもん。そうよ。これなんかすごいわ。ね、しかもなんかさ、部屋の色味もいい感じ、なんか知らんけど。ね、こんなにおしゃれな、ね、配信できてる。ね。え、アリちゃんとリネちゃんだったって。え？ぜ？え？前泊？うん。おもろい。なんか。どうした？何話すんや、なんかめっちゃおもろい。絶対リネになんか振り回されてる。ね、それな、アリちゃん絶対困っとる。あのみたいな。全然自由にしていただいていいんだよみたいな。そうよ。あってなってそう。あ、全然アリちゃんずっと笑っとる。かわいい。電波の入りも良さそうやねって。あ、Wi-Fi つなげてないや。確かに。でもなんか普通に。うん、いける。全然。お話し会ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。もうカラコン取りました。今日はありがとう、楽しい一日を。なっちゃん困ってない、だって。ゆらと同じ部屋で困ってない、大丈夫そう。困ってないよ。てか逆にさ、うん、意見以外の他の人だったらちょっとやばかったかもしれないよ。なんで？え、なんかどういう？ねゆき以外の選択肢で、うん、今いるの結構さ先輩とかじゃん。先輩かさ。確かに。先輩か3期とか。え、マジで3期ちゃんじゃんって思ったら、うん、マジでよかったよ。さすがにさ、うん、そこをまたいでの確かに ね、そこは。え、でもさ、普通になっちゃんとゆきりかでゆらとサラピかと思って。え、確かに ね、そこを逆にしたのが何だったんじゃろ。何なんだろうね。ちょっと最近この2人いい感じやからみたいな。あ、そういうこと。くっつけてくれたんか。キューピッドかな。グッジョブ、グッジョブ、マネージャーさん。マネージャーさんありがとう。じゃあ、あのチェキの時から私たちはもう始まってたんだね。そうだね、始まってたんだよ。ユキちゃんがあの時私に写真を撮ってって。おお、 あそこから始まってたのか。まさか。あの時から始まってたんだよ。始まってたんだ。実験かなって言われとるのウケる。え、でもさ、なんかありそうじゃない。なんかね、なんかある気がする。うん、実験なのかもしれない。ね、待ってね、この枕さ、なんか染みついとんじゃけど。
なんか黄色い染みついたやけど、何これ。やだやだ、大丈夫そう。ちょっと逆にしよう。黄色よ、しかも。やっぱり刺激っていうものは、うん、そうね、たまにね、いるよね。やばい、帰ってきたな。ね、それな、変化球がすごいよ。沖さん、ココアさんとかやった気がする。さっきなんかチラッと配信見た。みちゅさんかと思った、そこ、ね、今回みんな飲みに行ってるよ、多分。だろうな、あんな人。いいね。KP。じゃあ私たちも乾杯する？私はまだできないけど。私ダメだ。ソフトドリンクで乾杯。そう。部屋でも帽子かぶる。違う。ボサボサすぎてもう見せれないんです。もう見せとるけど。ケちゃんの格好がね、すごかったから。じゃろう？レゲエだったから。マジレゲエ。マジレゲエです。てかあのさ、お団子の部分ってさ、そのまんま外れる、うん、あれなんよね。そう、あれカポってはめとんよ。カポってはめるタイプなんやって。そうよ、 X のやつでね。そうめっちゃ笑ったいんけど、あ、置いてあったやろ。マジなめに置いてあるやん。そうよ。え、あれもらったん？うん、あの今日のために送ってもらって、すごい、また返した。素敵。そう、そうだよ。だけさ、あのメイクを毎日やっとったけさ、もう薄く感じてやばいかもしれん。普段のメイクが薄いったりゃあれしない。そう、三つ編みは、そう、ウィッグです。ウィッグだよ。なっちゃん見てどう思った？だってどう思った？え、いいと思った？あれなんかめっちゃ良かったよ。え、ほんまに？あれさ、似合う人ってさ結構限られとるやん。あ、ほんと？日本でも数少ない。うん、うん、嬉しい。あのドレッドヘアってやつだよね、みたいなやつじゃない？なんかバキバキにマジでダンス踊れる人って感じ。ダンサーみたいな。そう、あれでソロデビューしようかと思った。待って、次のソロ曲の衣装、あれもしかしたらレゲエとかレゲエチックな。あ、そうそう、次のソロ曲、そう、レゲエなんですよ、皆さん。お楽しみに。何やったっけ、題名。ね、愛を、うん、愛をあげたことも、あ、愛をもらったこともあげたこともない。ーポーポーって感じで。ポー、愛をあげたことももらったこともない、はい、よーって感じで。嬉しいよ。レゲエいいぞ、レゲエ。レゲエ、そう。スカートが短すぎてスタッフさんにブランケットかけられた人のルームはこちらです。はい、え、なっちゃん？うん、そう。短かったの？え、確かに。え、なんかさっきさ、本当になんか脱いでさ、うん、なんか部屋に入った瞬間脱いだんかと思ったもん、そこに座ってる時。いや、怖すぎる。じゃなくて。開いてます、ちゃんと。脱いだんかと思って。ブランケットでガードさせていただきました。え、ツーショット？はい、そうなんですよ。え、そうなん？そう、なんかね、スタッフさんがなんか言いたそうにしとるからさ、うん、ずっとじいてみよったらね、うん、ブランケット持ってきてくれた。なんだそー、ブランケット残念でした、皆さん。あ、ひなさんもブランケット民だったらしいよ。あ、そう、仲間。レゲエっぽいよね。おー、あれレゲエっぽいんかな。でも確かにレゲエっぽいわ。え、あの QR コードのやつ？え、今回ね、新しいのがね、うん、さっきかな、公開されたんよ。うん、ええー。ちょっと今回もめちゃめちゃ個性的そうやね。したので、みんなゲットしてね。ゲットしてね。保存用、切る用、鑑賞用。そうよ。3枚ゲット、よろしく。よろしく、あの漢字のやつね。そうよ、よろしく、よろしくじゃけんね。お購入か
ハグありがとうございます。今日から販売申し込みました。いや本当にあれ日常使いもできるんで、あのよく見たらめちゃめちゃ私推しなんだけど。見てみたい。あれね、届かないとね伝わらんぐらい細かい芸がねいろいろと隠されてますんで。書いたん自分で。ね、自分で、うん、なんかあの画像、すごい画像じゃないか、なんかさ編集したの、フォントとかさ、そう、うん、自分で選んだりして、なんか文字列とかもいい感じにして、なんかすごいね、なんかスプレーで落書きした風の、うん、なんかデザインを、すごい、描いたりとかして、めっちゃ凝ってるね、なっちゃんのおかげでみんなおしゃれになるよ。そうだよ、みんな全人類おしゃれ化計画や、よろしく、漢字のよろしく、そう漢字でよろしくみんな星になっとる本当や、うん、そうよそうやな、3文字目がな、3文字目ちょっといかんよね、ね、数字の4にしたらいいセーフかな、そうね、ブランケット民だったよって。やっぱブランケット民ねいるんだね、ちらほら、だ、ね、短いの大好きなんだよ。スカート、スカートは短ければ短いほどいいと思いますもんね、皆さん。いや似合うからいいんだよ、それがね、スタイルがいいからね。でもさ若いうちはさ足出したいって思うけどさ、ね、はあ、よくさ寒くないのって言われるじゃん。全然寒くないと思う。寒くないの？ゆら足出さん、足出せんのよ、下半身出るのか、ね、羨ましいですわ。でも最近ねずっとズボンさ寒いけんさ、うん、生えとったけんさ、うん、今日はちょっとさ寒かった、うん、寒かった、いいやん、そうだそうだ、ありがしょう、みんな短いスカート履け短いスカート、自分はそうは思いません、かっこ紳士、本当ですかね。え、何分に終わろう。18分今。15分のやつ出たっけ？15分の表示出たらもう私はいいかな。毎日配信？そう。何日目？今日何日目だったんだろう。でも15分経ったかな？あ、800とか多分。すごっ。何回か体調崩して。うん、あら。あ、まだだ。えらいじゃん。えらい。え、なっちゃん最近ユーチューバー行っとった？お、え、行っとったよね。うん、え、ホラーナイト行った？行った。うらやましい。マジでうらやましい。ホラーナイト、え、ってかね、年パス税になったんや。え、おめでとう。ね、マジ年パス税にみんななりな。ねえ。ホラーナイトゲロ楽しい。マジで？もう行けてないのよ今回。あー、行きたいのに。なんか白いドレスのさゾンビ。うん。うん、めっちゃ可愛い子がおるんや。え、マジで。そう、でその子にさ、うん、ナンパした？なと思ってさ、うん、たださその子がおる日だったの。え、最高。最高。え、何それ、なんかネットで有名的な？え、なんかうん、なんかネットでバズっとる。え、可愛いって？そう、なんか可愛い子。え、そうなん。みんなも見に行ってみ。え、行きたい。行きたいっす。でもなんかチェーンソードみたいなのがめっちゃ怖かった。え、なんかさ、今回さコロナ緩和されてさ、え、近く来るんでしょ？マジ？追いかけてくるし。え、行きたい。え、それはゆきさんと行ったの？おうおうおう。え、いいな。いいな、いいな、いいな。マジで羨ましい。え、なんか面白そうやな。なんかニキ、ニキちゃんと行ったらマジ面白そう。ゆらやばいよ、ほんまに。いい声出しそうやわ。ゆらマジやばいよ。チャッキーみたいなさ、なんか貞子とかのやつもさ。うん。え、あれ乗った？乗ってないよ。貞子の、え、あれ乗りたい。あれ乗ってみたいね。ね。え、10月31日で終わり？あ、そうそうそう。ハロウィン。やばいね。行きたい、行きたかった。え、そうじゃん、もう。もう終わりやん。もう行ける、行けるあれないかも。え、あのアドアドラー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 のやつ流れてんの？え、流れる流れる。なんか30分おきに。うん。いきなりアド流れ出して、うん、ゾンビが全員踊り出す。え、めっちゃいいやん、もう行きたい。
10月31日までか。うわ、そうやん、もう乗らないと。マジ行きたい。行きたいいやん、一回行けたんやけ。みんなさ、一旦さ、ちょっとレッスンをさみんなで、みんなでホラナ行けば、うん、ホラナイト行くっていうね、案件があれば。そう、案件くださいください。広島県民だけど、作りたいなぁ。ホラナイト作りたいです。思い出、ね、思い出。887日でした。おめでとうございます。ありがとうございます。え、終わるのか。並んだね、美味しそう。え、てか黒みとかがさ、なんかリーティングみたいなするんよ、うん、何それ。なんかラシダでいうお話し会みたいな。え？するんよ。え？さ、なんかね、黒みと前メロの列がバッてできるんよ、うん、でさ、自分さ黒みの列に並んどったんよね、うんうん、そしたらさ、自分のさ3人ぐらい前でさ、うん、終わりですってさ言われてさ、マジ？と思って。ひどいわ、黒み推し。イケちゃん、そう、黒み推し。いいね。イケちゃんとアリちゃん連れてこう、面白そう。いや、面白そう。アリちゃん面白くないよ。イケちゃんさんとさ、怖がり。え、アリちゃんはなんかね、なんかバカじゃけ、多分気づかんと思う。待って、最悪。待って、おもろい。なんかアリちゃん多分ゾンビ来ても全然気づかん。え、おったみたいな。うん、わ、なんか来たとか。え、そう。え、なんか来た。おったやばいやろ。え、おったって多分言う。気づいてない、多分。すごいな。そう。いやー、このね、このイケちゃん、イケちゃん、アリちゃん、シミさんはね、やばいと思う。あ、マジやばいと思う。この3人がこう、ホラーナイト楽しむようの見たいもん。やばい、後ろからついていきたい。シーちゃんもやばいと思う。シミサラやばそう、うん、めっちゃ絡みに行くと思う。めっちゃ絡みに行ってさ、うん、なんかゾンビたちさ、なんか防犯ブザー乗っとるらしいんよ、なんか。え？で、なんか、うん、ゾンビたちが恐怖を感じてしまった時に、なんか防犯ブザー鳴らされるらしくて、うん、鳴らされそう。どういうこと？逆にあっちが？逆にあっちが。ウケる。そうよ、マジです。行きたかったな、ホラーナイト。みんな私たちの代わりに行ってきて、行ってきて。嘘です、アリちゃんバカじゃないよ。もう遅い。シミサラってそんな子なの？シミサラはね、シーちゃんはね、いい感じに吹っ飛んでる。うん、大阪なので USJ まで電車10分で行きますって。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいやん。大阪住みたい。なんか、 え、東京か大阪だったらどっち住みたい？結構いろ迷うな。迷うな。でもなんかな、ディズニーとさ、ユニバって考えてしまうよ、うん、あ、わかる。ただユニバかな。でもさ、東京に住んでしまったらさ、もう日本の一番都会を知るわけだけさ、ってなったら大阪に住んでユニバとかも行って、たまに東京行っておーってなりたい。そうそう、ね、それがいいよ。そう、なんか東京に住んだらもうそれがね、慣れちゃう。ここでなんかユニバを達成した感があるかな。確かに、わかる、それな。前髪切ってないよ、多分なんかぶっ飛んでる今日。え、なっちゃん前髪なくしたことある？前髪なくしたことあるけど、うん、ショートでなくしたことはなくて、うん、なんか最近ね、そう、前髪なくそっかなー。え、わかる、前髪なくしてみたいけどさ、なんか、え、最近さ、なんかプロデュース101のさ、うん、あ、女の子ガールのさ、ニップ、剣持ちゃん、うん、剣持、剣持な、なのちゃんみたいな子って、うんうん、その子が前髪なしでめっちゃ可愛いのよ。へえ。ちょっと前髪なしに憧れるんですけど。わかる、前髪なし憧れる。髪を伸ばさないとちょっと。プリ見てるって。見てる？いや、見てないけど、なんかさ、 TikTok とかで流れてくるの見る。うん、可愛いよね、みんな。可愛い。私はメナちゃん推しです。メナ？メナちゃん。メナちゃん？な、何の曲で撮った？ね、お腹鳴った。ね、最近のやつは制服。あ、そっちね。新しい学校のリーダーズかと思った。それもね、あったね。あったよね。でもね、そう、その時のやつは何に出てたかな。
え、ちょっと後でさ教えて。そうなんや。なっちゃんの好きな顔のタイプ知りたい。ちょっと好きな顔のタイプか。うん、女の子の好きな顔。え、なんかね、やっぱさ自分にはないものをさ。いや、わかる。けんさ、なんかすごい愛嬌のある、うん、ぽやぽや笑顔の子が好き。やっぱさ自分となんか逆が好きになるよね。わかる、めっちゃわかる。あ、そういうこと？笑顔の女の子大好き。へえー。いや、わかるよ。で、ゆらもアイドルとかだったら、うんうんうん、もうツインテールでブリブリでっていう子が好きだもん。だけどもう真逆。そう、そう見るのはね、そういう子が好き。ゆうなのサイカリンじゃん。いや、マジでサイカリンやばいよね。サイカリンでも顔濃いやん。あ、確かに。なんか目とかは濃い。なんか目が薄いけど。みんな好きな顔だと思うよ。ね。あの顔嫌いな人おらん。おらん。ね。マジでおらん。ぽやぽやおじさん目指しますやって。おじさん。頑張れ。そう、ぽやぽやになったらね、なっちゃんタイプになれるよ。ぽやぽやな人って私のタイプです。いいね。え、マジでそう。ツインテールしたらもうミイラみんな好きになる。どんな人でもツインテールにしてきたら好きになる、本当に。おもろい。マジでそう。じゃあちょっと頑張って髪伸ばしてもらって。そう、お願いします。終わろうかな。何分今。30分ぐらいだったの。そうですね。うん。あ、イケゴーの中でサーヤンとサイカリンってどっちが濃いと思いますか？え、さやかりん。あ、でも確かにさやかりんだよね。目じゃない、さやかりんは。そうやね。うん。そう。濃くもないし薄くもないよね。確かに。中間めっちゃ。目だけ見たら。濃いよね。濃い。うん。マリーナさん系じゃない？うん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 。目だけで。あ、でも私マリーナさんの顔超大好きだわ。ね、好き。ユラも好き。大好きだわ。マリーナさんの顔。マジで可愛いよね。ユで一番最初に、最初の推し。いや、マジそれな。本当に可愛くてさ、ユラ時計買ったもん、グッズグッズ買ったんや、マリーナさんの可愛すぎて。私はね、あのね、加入する前にね、山口にね来た時にね、普通に握手しに行った、うん、え、マジでファンやん。ファン、ファンでした。そうなん。マジで可愛いもんだ。待ってるんだよね、多分どっかで。うん、マジで可愛い。めっちゃ可愛いよね。でも山口の人って顔濃くない？え、濃いよね。うん、今思った。うん、濃い濃い。なんか濃い人がいる。そうなんじゃ。ユミニさんとかさ。うんうんうん。ユミニさんとかさ、リコチとかはさ、うん、なんかさ似た系統じゃん。うんうんうん。でもなんかそうあるんよ、濃いね。あの山本美香のさん、うん、ね、そうだよね。あるんよ。とかそうじゃん。濃い場所が、濃い場所があるんだ。地域ある。いいね。え、確かにピオさんも目でかいし。確かに。濃い方かも。うん。目が濃いんか。目じゃない。うん。そうやん。かわいいよね。最近美女がカンストしとる。マジそれな。え、マジでさ、ツイッター X で見とってさ、マジでかわいい。ね、それな？マジ人形。え、ほんまに人形？マジ人形。ずっと前、ずっとね、あのね、スティーブ、マリーナさんがいるときに、ずっとこっそり見よったもん。いや、わかるわ。かわいいわ。かわいいよね。ね。インスタしてるよね。こっそり監視してまーす。じゃあ、もうそろそろ。30分になりました。あ、終わりましょう。13位松さん、12位 NH643、 11位まさぴょんさん、10位まるちゃん、9位つよぽんさん、8位ウォルフさん、7位きんに君、6位ホリエモンさん、5位赤いマフラーさん、4位てっちゃんさん、3位がやかさん、2位のみおくんさん、そして1位はトゥルルトゥーン、ねぎしょうさん、ありがとうございました。いけいけ55いけ55、今日もねぎしょうさんいけてるよ、ありがとう。じゃあ
終わります。ギフトもありがとうございました。では終わります。ありがとう。それでは、いけちゃんと楽しい夜を過ごす。はい、今からパーリナイトです。バイバーイ。ではバイバーイ。バイバーイ。